日本とアメリカの2プラス2外務防衛閣僚会議が行われ、中国が国際秩序を作り変えようとしているとして深刻な懸念を表明しました。自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目的とした現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向等が地域および国際社会全体にとって深刻な懸念であるとの認識で一致しました。日米2プラス2では自衛隊とアメリカ軍の連携を円滑にするため、在日アメリカ軍を統合軍司令部として再構成する考えが示され、作業部会を設置することで一致しました。PAC-3 などの生産能力拡大のため共同生産を追求することでも一致しました。事件事故の情報共有のため調整していく重要性を確認しました。